このぐらいの練習の時はね、普通アイムとこのぐらいでお互いにこれ練習して、それで戻す、ね、それで一呼吸を置いて相手がね、間を詰めて、いっぺんに詰める、いつやられてもいいように用心しながら、だいたい2歩半ぐらいでスッと来る、ね、それでそのまんま両手持ってスッと、これ持たれたら、さっき言ったようにこれをね、あの45度からこうはずに押すんです。これを持たれたらスーッとこう、それでこれ持ちは手首返す、ね、それでこれ持っていくと踊ってくれるんですよ。それでこれ食ってやるとポンってやるね。ピタッと座っちゃうとね、ももで膝、あのお尻でももをね圧迫するから、血の循環悪くなるから、ここに半紙一枚の隙間が空くぐらい、それからあの足はね絶対にこう重ねないんです。重ねちゃうと立たないから、ね、それであの目はね、あの3メートルぐらい前に置いて、それでこのまんま出すとスッと手つかまれるから、相手をね見ながら用心して、こっからスッと、それでベタッとついてくる、これひっくり返されちゃうから、ここがね柔らかに半紙一枚の隙間が空くぐらい、できたらスッといつでも、ね、対処ができる。それからお辞儀した瞬間パンと相手蹴ってまた戻ることもできないと、ね、そういう座り方で、立つときはこんなこうならないでまっすぐに、これでねこう足首をスッとこう起こすんですよ、ね、これでまっすぐしながら起こしながら、スッと今度はここで、これであの膝がゆくて引っ越っててどっちでも逃げれるんです。だからあのよくねこう膝ついてこういう足使ってると流れ足って言ってね、これは武道で一番あのダメ、動けないから、だからこのまんままっすぐにスーッと入って立つ。これはね、日本のね着物のねすずさばきと座り方。